皆さんこんにちは。バザージー大分盛り上げ隊長藤江門こと藤川智樹です。明日は、バザージーホームゲームがあるので、ホームゲームは絶対に勝たないといけないので、僕はまずはみんなの意気込みを聞いて盛り上げていきたいと思います。盛り上げ隊長の先輩、僕の大学の先輩、盛り上げを教えてもらったのはこの人です。原田さん、明日の試合の意気込みよろしくお願いします。わっしょーい、わっしょーい、ちょっとね。さあ、ということで、どんなプレーをしていきたいですか。やっぱり点を取ってチームを勝利に導きたいと思います。ということはあれですか、またあの例のドキ、わっしょーい、わっしょーい、しょっちゅうねちょっちゅうね、ルーレットが出るかもしれません。お見逃しなく。バザジ大分のダイナモ、いぶし銀として上り竜、田村選手、わっしょーい。明日のゲームの意気込みをお願いします。いっぱい走っていっぱい点取って勝ちます。点取った時に僕とあのパフォーマンスがあるということですね。そうですね、交互期待、ご期待が、ちょっとだけですよ。いっせーのーだ。明日のゲームの見どころお願いします。とにかく結果が出てないんで、何が何でも勝ちます。っていうことは個人の目標としても結果を出すということですか。そうですね、点取れるように頑張ります。よろしくお願いします。では檜山選手、意気込みお願いします。体を張って勝利に貢献できるように頑張ります。じゃあ勝利に貢献できるポーズお願いします。3、2、1。早い。意気込みお願いします。失点をゼロに抑えて必ず勝ちます。それはケントさんのディフェンスで失点をゼロにするということですか。そうですね、相手の攻撃の選手を全員潰します。じゃあその気持ちをちょっと僕のここで荒らしてください。ゴーと見せかけて柔らかい。おお。それでは皆さん、お待ちかねのこの男、新部屋さんです。意気込みお願いします。そうですね、しばらく勝ってないので、明日のホーム戦では絶対に勝ちます。明日の出場はあるかもしれません。なーにー。ホームゲームに向けて意気込むバサジーの選手たち、熱い戦いぶりに注目です。明日8月27日日曜日、レップビーコンプラザで午後1時キックオフ。そしてこの日はバサジー夏祭り、浴衣ジンベエ着用の方には先着50名にプレゼントが。ぜひ会場へお越しください。